君の分身です。何の冗談か目をこすってみる。影が二つ伸びて、そしてまた爆上がる。もう一人自分がいたとあなたは言いました。そんな真摯な願いが僕を呼んだのさ。そらえたさも悲しいスクリージン。これはいかに結果を下さい。耳見えない勝利。こんなことを言い返したことがあんだよ。いいだろう、やります、やります、何度も言います。僕は君の分身です。組笑いでメサイアは言う。背景ドッペルゲンガー。君は、君は誰。アーコネットをさせて僕は誰。ねえ、何も伝えゼロと一照明の子からでどこにも。背景ドッペルゲンガー。誰は誰は君。蝕まれた存在に世界は気づかないね。何やまない冷めやまない奇跡の輪廻が狂った。世界を染め上げてるんパッパ。おかしい月曜日、一つ二つ崩れゆく辻褄が僕を再起する。お前は一体誰だと。ちょっと待って、知らない気の知りもしない言葉。そうやっていつの間にやら影は溶けゆく。僕は何なんだろう。ねえ、解く存在を返して。ハイリス様だがこっちはこっち、随分心地が良くて。もうあなたの居場所はここにはないこと分かってるんでしょう。ねえ、言われたんなら奪えばいいだろう。こんなお前の番だから。組笑いでインベーダーは言う。背景ドッペルゲンガー。君は、君は誰。アーコネットを交差して僕は誰。まあそりゃそうか、そうだよな。命の椅子は人を避け。背景ドッペルゲンガー。誰は誰は君。どの礼をした一つ分か飽き果てる前に。誰でもいい、何でもいい、器をください。狂った世界が染め上げてるんパッパ。どうもこんにちは、君の分身です。